重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの第78回放送でございます。生放送スタートです。10月21日月曜日、この第78回放送からなんと新しくオープニング動画が誕生するというですね、すごいですね、進化してますね。我々、私が鹿児島行ってる間に東京に残った人たちがすごい頑張ってくれてる感がオープニングから伝わりました。ありがとうございます。お久しぶりです。2週間ぶりに東京に帰ってきて、ここいつものスタジオから放送中です。今週の放送ももう特集企画がいっぱいあるので、オープニングとか手短に、旅の思い出や、こぼれ話は週明けプラスの方でやりますので、先ほど第10回の週明けプラス言いましたけど、火曜日から金曜日の3日間の話したらもう終わっちゃったんで、はい、続きはまたします。では、いつものコーナーに入る前に、今週はですね、お久しぶり、番組の MC アシスタント、女子高生のマナちゃん、来ていただいてます。どうぞ。どうぞ。こんばんは。ちょっと何？知らない間にすごいかっこいいオープニングできちゃって、日に日に進化してるじゃないですか。私がクライマックスとか日本シリーズ追っかけてる間に。先々週ごめんなさいね。どうしても行きたくって雨の中行っちゃいました、ハマスター。というね、まなちゃんでございます。まなちゃんとはちょっと今日の番組から70分間、80分間かけて、あ、大丈夫ですね、ごめんなさい。今日の番組からまなちゃんと私参謀長、なるべく、サッカーの中身の掛け合いもしながら行きたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、じゃあ、まるちゃん、今週からよろしく。では、いつものですね、レギュラーコーナー、ヘッドラインニュース、J リーグ編からいきます。どうぞ、こちら5本、まるちゃんに全部読んでもらいますので、どうぞ。代表 J トピックスヘッドライン。1、日本代表がタジキスタンに3発快勝。2、藤田氏やっぱりゼルビアは残します。3、J リーグ若手育成。エリートリーグ2020年から導入。金沢うんこスタジアムで山形に劇的勝利。今週はミッドウィークに天皇杯と ACL があるよの5本です。はい、この5本で、まなちゃん、多分4本目、興味あるかなと思うんですけど、金沢の、思うんですけど、多分注目ニュースは5本目ですね。ですよね。ACL ですよね。では、じゃあ、違いますかね。3本目。4本目気になるけど、じゃあ3本目、お願いします。どうぞ。大丈夫ですか？はい、うんこも気になりますが、3本目です。 J リーグ若手育成エリートリーグ2020年から導入。 J リーグが若手育成のために創設するリーグ戦の名称を J リーグエリートリーグとし、導入時期を2021年から2020年へ変更するということです。現時点で11クラブが参加を希望していることを発表しました。選手登録枠、プロ契約条件はもちろん、大学サッカーとどのように共存するかなど、今後直面する課題も出てきそうですね。いいですか？はい。まあ、若手ね、育成大事ですからね。どうなりますかね。昔、2014年に J3 が最初できたときは、J22 選抜っていうのが確かあって、で、その後 J3 にセレッソのアンダー23、22とかですよね。FC 東京とか、ガンバ大阪とかね、J1 クラブのセカンドチームとして J3 参入やりましたけど、それを多分廃止していくっていう流れもあるんですよね、そうです、そうです。J3 のね。だから J3 のもうセレッソアンダー20いくつとかっていうのはもうなくなりますよというね。で、こっちにシフトチェンジというね。まあ、かつてはサテライトリーグとか、たくさんこの J リーグ30何年間で、
そのトップの試合に出れない、ね、二十歳前後の選手をどう育成強化していくかっていうのはずっと課題なんていうのはずっとあるんで、それを形を変えていろいろやってるんですけど、どうなることかは、始まってみてからね、90年代や2000年代とはまた違う状況になってるでしょうからね、ちょっと注目しましょうということで、あと、そう、愛菜ちゃんに言い忘れました、4つ目の、うんこスタジアムも気になると思うんですけど、2本目のやっぱりゼルビアも気になりますよねっていう、その点ちょっと聞いていいですか、愛菜ちゃんにこう2本目のニュースの気になる。2本目のニュースの気になる点ですか？全然わからないんですけれども、なんか名前が変わる変わらないで、サポーターの方が涙ながらに猛抗議をしている YouTube の動画は見ました。そうね、まるちゃんでもそれは知ってるっていうね。ねえ、もうなんか一難去ってまた一難みたいな感じのね、ニュースですね、町田方面はね。さあ、では、以上が J リーグ編のヘッドラインニュース5本終わり、次 R リーグ編見ましょう、画像チェンジ。さあ、じゃあ5本まるちゃんに読んでもらいましょう、お願いしまおす。願いします。1番、地域チャンピオンズリーグ組み合わせが決定。2、前者ティアーモが優勝、準々決勝3枚同時替え実った。3、中国リーグ最後にドラマ、 SRC 広島7得点で大逆転優勝。4、JFL 武蔵野観客動員キャンペーン発動。5、東北いわき FC クラブハウスを被災者へ開放。以上の5本です。ということで、今日これピックアップ4本目でしたっけ？ 5 本目、5本目ね。5本目ね。今大変なことになってるんですよ。この私が鹿児島に行ってる最中、こっちの北信越、関東ね、東北地方のこの大雨っていうか、もうね、大災害みたいになっちゃってね。5本目ピックアップ読んでもらうんですが、その前に気になる、この4本目気になりますねっていうね。動員キャンペーン発動してるんですね。これ、ただけんだったら許しませんよっていうね。なんか、まるちゃん意見ありますか？あ、じゃあ、まるちゃん、ちょっと、ピックアップ4枚に、武蔵野の件4本目と、マナちゃんの4年高校こ生の4として本目。どうだ、この4本目、いかがですか？本当人捨てのツイッターで見たんですけど、なんかの画像を見せると、何人か、2人か3人ぐらいを連れて入場できるみたいなんですよ。で、残り3試合で1万5000人、そんくらいがなんか必要なんですよね。だから、サンボちゃんの言ってるただけんですね。というね、女子高生のマナちゃんからしても、おやおやおやと。最近ですね、週明けイレブン、ずっとマナちゃん、番組には出てなくても毎週の放送は見てるので、この観客動員のこととかですね、いろいろ詳しくなってんですよ。で、やっぱり気になりますよね、このね、なんか帳尻合わせの平均観客動員ってどうなんだっていうね、水を差すような発言を今私しておりますっていうね。じゃあ5本目のピックアップニュース読んでもらいましょう。マナちゃん、よろしくお願いします。どうぞ。5本目、東北いわき FC クラブハウスを被災者へ開放のニュースです。とても原稿が短いです。いわき市内で断水のお困りの皆様へ、館内ジムエリアのシャワールームの無料開放が行われているそうです。館内ジムエリアのシャワールームを10月13から24日の木曜日に延長し、シャワールームが、使えるそうです。詳しくは、いわき FC またはいわき市のホームページをご覧くださいとのことです。ということで、いわき FC のね、選手もそうですし、スタッフのね、方たちも今、被災されてる町の人たちのためにね、いろいろ頑張ってらっしゃるのは私も、聞いておりますし、実はその私か、あ、これ開けちゃってください、私に。すいません。さっき週明けプラスの10、おっと、動画が、週明けプラスの
点でね、言おうと思ってたんですけど、大会が始まってからちょうどね、土曜日、日曜日がちょうどこの鹿児島にいる我々にも、この東北や関東や北関東、その北信越のね、氾濫、水害のことは、もうもちろん入ってきて、あと特に、当事者、当該クラブといったらですかね、もうたくさん鹿児島に来てましたから、皆さんやっぱり地元の、まあ、とにかく自宅から連絡があったりね、してたし、その皆さん気にしてたんですよね、実はすごく。で、特にいわき FC の人たちは、本当に直撃されてるのを、分かった上でずっと5日間ね、大会に出ててね、毎日毎日試合後とかでもね、そういう話、インタビューのコメントなんかにも出てたし、ずっと心配でした。これはまあ、だから、まあ、今はいわきのニュースを見ましたけど、実は栃木とか、栃木シティのスタッフのね、自宅も水没したみたいな話になってて、本当、鹿児島なんかにいる場合じゃないななんていう中をね、まあ、そういう本当に災害がね、直撃している中で、私や私たちが鹿児島にいてもね、もうどうしようもできないっていうね、もどかしさも実はあったんでね、で、やっとこの水曜日に大会が終わって、戻ってから、もう多分毎日のようにね、木、金、土、日と、今日も月曜日と、それぞれの自治体、いや、民間の人たちと協力しながら、サッカークラブの人たちも、復旧やね、支援に頑張ってらっしゃるっていうのも、頭の下がる思いでございますと。はい。以上で、じゃあ、ヘッドラインニュースのコーナー、以上終わりで、一旦、まなちゃんにはここで、一旦下がっていただいてありがとうございました。さあ、では特集いきましょう。ここからはですね、まず、やや積み残し感がある10月の頭、10月の5日ですかね、このゲーム、ホンダの試合ね、ホンダ対 FC 今治というですね、確か8月のリーグ戦が台風か大雨か何かで順延になった試合が10月の頭に1試合だけこの試合あったので、実は全社の前に取材に行っておりましたということで、ここは現地に取材に行ったラーテルさんが一緒に喋りに加わってもらいますが。何か事前に答えますか？もう動画見ながらでいいですか？まあそうですね。まあこの取材自体はやっぱり天皇杯にホンダが勝った、浦和浦和レッズレッズにに勝っ勝った。た、勝ったじゃないですか。で、あと。あとなんですよ。で、勝ってやっぱりあの試合でホンダを取材したくなっちゃったんですね。で、たまたまその前者との間で、順延試合がそう10です月5ね、日、こすのごタくイタイミミンング。グよくあったので、まあしかも相手が今治っていう。もう1位と2位の対決ですからそうね、なんですよ。今治にとっても直接対決でね、優勝するにはここを倒さなきゃみたいなね、非常にいろんな要素が。いろんな要素あって、で、あともう一つは、もうとにかく井端監督に、ホンダ FC の井端監督にインタビューしたいっていう、なるほど。それがもう大きな狙いであった取材。じゃあ試合のレポートと続いて井端監督のインタビューもあると思うんで、動画見ましょうか。それでは JFC、あ、ごめんなさい、JFC じゃない、JFL の特集1、ホンダ FC 対今治、レポート動画スターティン。凝ってますね、オープニング。はい、こちら、宮古田、おっと、早回し。この曲はね、知らない人も結構いらっしゃるかもしれません、若い方で。この宮古田一体、曲ね、宮古田行ってない方のためのね、これは宮古田の選手が出てくるここいいとこですよね。このセリエ A をご存知の方は、イタリア、ローマ、オリンピコだと思ってください、この通路。ここも早回し。これは選手がまずチェックで見てるんですね、この このスタンド裏下感。しまして、でここからはちょっと皆さん、さあ、ローマオリンピコだと思って、僕もここ通った時ね、ちょっと気分上がるんですよね、アこンセのムが鳴ってきてます。1回下がってからのもう1回上がっていく階段。動画の音声聞こえてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？これゴールインタビュー、ここからさすがにいけますね。
快晴です、ね、すごく暑くてね、10月で暑かったですね。暑かった、本当に暑くて選手たちが本当にきつそうでしたね、うん、久しぶりに暑い日だった。結構取材の人も多く来てて、この時点で確か今治とホンダの勝ち点差は5か6ぐらいですか。ですね、8だった、8ぐらい開いたんですね。で勝てば5に縮まるし、負けると11っていうね、今治にとっては大一番ですからね、これね。まあ J3 参入を目指してね、ここからまちょっと試合の、あるんで、まあこういう形があると、もう3分なんですけど、ここから見ましょう、じっくり。あっという間なんで、我々も喋ずに見ますよ。ちゃんと右上にタイム、試合会場音声も目いっぱい聞かせてくれるので、僕らはあんまり喋らないと思います。映像終了まで2分が取ってますね。大島選手、先生です。そしてポストに当たる、ちょっとね、みんながやっぱりちゃんと攻める、1人少ないんですか。もうすでに退場してるんですか。少なくない、まだ1点取られてる、まだ11対11、はい、でこれで追いつく、 PK で追いつく、まあもう本当に寄り切りみたいな PK で、なるほど、こう猛攻、猛攻ですね。もう本田よし猛攻中ですね。これで1人退場するんですか。イエロー2枚で、え、誰堀内選手おい、これ心の声ですか。いや、ヤジ、ヤジシンプレフリーに対して試合壊すんじゃねえと。はい、さあ続いてます、試合続いてますよ。でここからね、コマの選手、ああ今治のサイドバック、コマの選手がもう、もうものすごい勢いでこう上がってくるようになって、急にワールドカップ南アフリカ代表、相手が1人少ないからって言ってね、こう弱みにつけ込んで、コマのがガンガン弱みにつけ込んでね、それはそうですね、はい、もうそこは狙い目ですからね、はい、さすがサッカーを、サッカーを知っている。おっと、ここでファールと言える、この辺からこれがおっと、今のは強いなパス、あれ、キーパー今外出てたんじゃないですか。そうですよね、はい、そして一発です、一発レッドですね、一発レッド修行さん、そしてでキーパー控えが出てるんですね、出てます、キーパー、おー素晴らしい、さすが、ここで2-1です、さすがレジェンド2-1、もうここからは同数なんで、人数重々で、いやもう背負って問題し、おっと動画があと30秒で終わってしまう。そうですよ、こっからまだまだあります、まだあるんですけどね、これ、まあ、1回だけこのマガジンが出ましたけど、でも基本的にはもう本田がもうずっと攻めてる、うん、そして後ろの方が最後の方を打って、3対1、鳥畑監督がスポーツ、そしてそれでもまだなお手を緩めない君だ、はい、なるほど、3対1で結果、はい、直接対決終了でもパスカードも出てて、プラス選手が挨拶します、試合は荒れたというか、退場者が両チーム一人ずつ出るような、割とこう、なんていうか、劇的な展開だったんですけど、90分通して本当の、強さというか、サッカーの強さとか、うん、これは改めて感じさせる、やっぱり今までが相手になってなかったので、うん、だから本当にね、まあ、天皇杯でね、浦和に勝っただけがあるんで、うん、あ、これインタビューしたんですか、まだです、まだです、これはね、あの囲みで、このようにね、取材されて、はい、その様子に天皇杯でね、浦和に勝って、
まあ、その勢いを持ったままずっと10月このリーグ戦に入ってました。今までの選手はもう結構多いですけど、今は正直自分たちを上回っているのは、この選手誰ですか？サッカーは本当にあのワンプレーが全て変えてしまうことがあって、そこが本当にサッカーの怖さだし、もしね、我々上のステージで一人一人の選手もやるとしたら、その本当にワンプレーっていうところの怖さっていうのは、これはもう常に、感じつつ、プレーしていかなきゃいけないです。その世界に僕らはチャレンジしてるんだということを、身をもって、そこを受け止めなければいけない、そういう試合だと思います。もちろん可能性はゼロではありませんが、シュートは11というのは、まあ、かなり厳しい、優勝に向けては厳しいシーズンになりますね。ただみんなで、ね、優勝を目指すと、優勝を目指すからこそ、そこから先に見える、そこに向けては勝ち点差が広がろうが、縮まろうが、一切触れることなくしっかりと早めに続けていきたい。まあ、今年の4割だけじゃなくて、去年、おととし、その前、何年も前からですね、J3 に参入するクラブよりも、ホンダ FC のこう門番としてのこう洗礼を浴び続けて、まあ、やっぱホンダ FC を倒して J3 に行くクラブの方が少ないですから、まあ、そう言っちゃったら別に、今治が出来が良くないとかじゃなくて、いや、ホンダがやっぱ強いんだよねって言うんですね。ただ、言うなれば、どうせ J3 に行くんだったら、やっぱホンダをもう真正面から倒して、行ってほしいですねっていうのがね、うん、この近年のね、あ、これインタビュー始まるんですか？あ、いや、一回聞きます。あ、そう、だから近年のね、JFL の傾向がそうなってるので、うん、J3 行くのは全然いいことだと思いますよ、うん、私もね、行けるクラブは行けばいいんですけどね、うん、いろんな条件あるじゃないですか、さっきの、うん、ヘッドラインニュースでも5本でもあったようにね、うん、ただ健康見で2000人3000人したって意味ねえしとかいろいろ僕も言いましたけど、肝心要ですね、 4位以上の順位でいいんですけど、まあ、まあ2回対戦するホンダにやっぱり1勝1分けぐらいでね、行ってほしいなっていう、うん、そういうクラブが JFL に在籍中に揉まれて、うん、J3 に行くような時代に早くなってほしいなと私は思いますというぐらいです、うん。じゃあインタビュー行きましょうか。はい、井端監督。この日の取材のメイン、浦和に勝った井端さんが改めてホンダ FC をどういうチーム作りや哲学を持っているかを聞きましょう、はい、8分ぐらい。そうです、動画です、たっぷり聞いてください、お願いします。改めて私はホンダがこの JFL においてこう J リーグに昇格するチームとは全く違った時間軸というかチームの連動とかっていうところがまるで違うなっていうのを改めて感じたんですけれども、まあ、監督ご自身は6年、ホンダにいらっしゃってからご指導されてますけれども、そのあたりの感覚っていうのは、まあ、今シーズンの今日の試合ということじゃなく、こう今までこう対戦した JFL から J リーグに上がるようなチームとホンダとの決定的な違いみたいのが、どうですかね、まあ、やるサッカーっていうのはそのチームによって多分違うとは思うんですけど、僕がこうサッカーとはっていうところでは、これがベストなスタイルだと、でこれがこうやはりこう JFL でもお金を払って見に来ていただいてる皆さんがいますから、やはりこう魅了するっていうことも大事なものだと思いますし、ただ昇格がかかるクラブっていうところっていうのはやはり勝利っていうところもあるっていう、そういうところでどちらを追うんだろうっていうところが多分必ずついてくると思うんですね。で自分たちはその昇格っていうところはないからこのようなサッカーができるのかというわけではなく、しっかりとした信念を持ってサッカーとはっていうもので、日々トレーニングから行っているっていうところで、我々はその2つを追いたいと、見てる人がまたもう一回行きたいなと、見たいなって、で、勝って、地元のファンサポーターの人も応援してくれてる皆さんがやっぱ喜んで帰っていただけるっていうものを2つをしっかりと追った中の積み重ね
で、まあ、自分が来て6年経って、やはりこう毎日毎日こう同じようなトレーニングなんですけど、紙切り1枚のトレーニングを毎日続けることによって日を追うごとにやっぱ積み重なってくるものっていう、それが今目に見えて、最初のやっぱ1枚2枚は分からないですけど、それがこう年数を重ねてくることによって目に見えるものっていうものが今非常に積み重なってきた。ただ企業チームですから、やはりこう選手の入れ替えとかっていうところも、Jリーグに行く選手もいますし、会社の方に戻る選手もいるという中で、こう人が変わっても同じようなことがスタイルとしてできる、で同じように勝利を積み重ねることができるっていうのは、こうやはり自信を持った持ってもいいやり方なのかなというふうには自分では感じています。私先日 の天皇杯 の浦和レッズ戦も、はい、埼玉スタジアムで観戦してました。実業団のこうサッカーっていうものが、まあ、日本の中でまだまだ J1 に匹敵するだけのチーム力を作ることができるんだっていうことを改めてあの試合を見て感じました。間違いなくあの試合は浦和レッズよりも本田 FC の方が魅力的なサッカーをやってたし、実際結果も2対0という、まあ、快勝で、私はあの試合を見て一番印象的だったのは、このチームを指導されてきた井端監督がどのような監督なのかっていうことは、その JFL で戦っているチームがあの時だけ J リーグのチームと戦うという、そこにどういうふうにモチベーションを持っていくのかっていう、その指導者の存在っていうのが非常に大きいなっていうことをすごく強く感じたんですが、あの試合に向けては監督はどんなこうモチベートというか、こう準備というかっていうのをされたのかなっていうことを。特別変わったことは、うん、全くしてないです。それはJFL のリーグ戦もそうですし、はい、天皇杯もそうですし、やはり先ほど言ったように、こう僕らにとってはこう1年のうちの1つのゲームかもしれないけれども、はい、ひょっとしたらその1試合しか見に来れないお客さんもいるかもしれない、うん、その中でやっぱりホンダというものを印象深く、はい、残せるようなサッカーっていうものは、相手が J1 だから、 JFL だから、地域リーグのチームだからっていうことによって、変わることも全くないし、それのゲームに向かう、 こうメンタリティっていう部分でも全くうちの選手はこう変わらずに、ひたむきにやってくれる選手たちが毎年毎年もう増えてきてますので、その勝者のメンタリティっていう部分では、まあやってきたことが間違いじゃないな。で、まあ自分がこうどういう指導者っていうのは、まあ大した指導者じゃないし、ただこういつもいい選手に巡り合える、その中でいいチームを作れる、それは一つの共同作業ですから、はい、自分の意見だけが通って強くなるっていうわけでもないですから、それをしっかりとお互いにこう選手とのコミュニケーションを取った中の理解、お互いが理解し合うっていうことが一番大事なのかなっていうふうには思います。たまたまこう今本田 FC で指導してて、まあ、今までこう学生とかも教えた中で、はい、それはどこに行っても変わらないし、どこに行ってもそういうチームを作れる自信っていうか、そういう部分では人には負けないっていう、自分では、うん、そう思ってる。監督としてはまだまだそれほど年齢が高いわけではない、今後どのようなところで、もちろんホンダでずっとやっていくっていうのも一つだと思うんですが、そういったこう指導者としての夢みたいなのを描かれたりはするのかなっていう。僕ですか、はい、特にないです。特にないですか、はい、必要とされるところで、うん、結果を出すっていうことが、うん、僕の信念でもあるし、うん、どこに行っても
そのチームの人たち周りを幸せにできる仕事だっていうふうに思ってますから、あのどことかどのカテゴリーとかそういうことは一切関係なく、今ホンダでご指導されているのは非常にこうご自身の中でも充実した、そうですね、まあ、長く今やってきて育成のところも、ね、しっかりと力をつけてきてるというところで、ホンダのトップチームだけじゃなくてホンダ FC 全体のところをやはりこうもっともっと大きく、ホンダっていう看板を背負ってるっていうプライドをしっかりと持って今やってますので、よく聞かれるのはこう上でやらないんですかって言われますけど、そんな器じゃないので、こじんまりとそんなことはないと思います。私はホンダ FC が、もちろんサッカーファンもそうですけれども、日本社会でこのサッカーにおけるホンダ FC という存在がどれだけ正確に認識されるのかということが非常に重要だと思っていて、そのために監督にもお話をお伺いこれからもさせていただきたいと思いますし、チームの姿も追っていきたいと思ってますので、ぜひお見知りおきなほどよろしくお願いいたします。すいません、どうもありがとうございました。はい、というわけで動画レポート終わりです。さあさあさあ、今ちょうどね L 字の左に JFL の順位表が出てるんでね、鹿児島から帰ってきてやや浦島だったんで今見てびっくりなんですけど、今治3位に落ちてたんですね今ね。そうなんですよ。最下位が相変わらず松江シティかっていうことを確認して、ただ松江はこの間勝ったんですよね。ちょっと分かりませんね、最後までその3位、4位、5位のあたりとこう最下位と下から2番目もね、JFL も何気に、まだまだ最終節まで何かが起こりそうなっていう感じなんですね。で、まあ、井端監督のインタビューは、3月の頃から、JFL の公式記者会見の頃から、この週明けイレブンでも追いかけてたので、そうですね、もうかれこれ今シーズン3回目か4回目の登場なので、有言実行というかね、非常にややこのやっぱ天皇杯終わった後に聞くインタビューだから、やや深掘りできて、しかもなんかいいタイミングで、そうですね、このタイミングしかないと思ったし、まああとはまあ今度ね鹿島戦ねが終わった後にまた今シーズン中に行ければななんて。とりあえずですね、マナちゃん呼んでみたいと思うんですよ。今このホンダと今治の JFL のレポート見てて、さすがにねホンダと今治ぐらいもマナちゃん覚えてるんでね、ちょっと感想聞きます。ちょっと画面に出てきましたから声だけで出演です。マナちゃんどうですか今の動画。参謀長マットネスいいですね。あれよね、昔シティって車のコマーシャルで使われてたやつですよね参謀長。レポートの中身はキャラクターが可愛い、あとアナウンスの方多分女性ですよね、声がめちゃくちゃ可愛らしいので、私もちょっと見習いたいなって思いました参謀長。ありがとうございます。マナちゃん確か17歳の設定なんでマットネスは1982、3年の曲なんで、明らかに生まれてないのに知ってるって、さすがマナちゃんは洋楽にも詳しいってことが今日皆さん判明しました。マナちゃんはマットネスを知っていたというね、意外意外、女子高生なのに。ありがとうございました。じゃあこの特集の締めはあさって8月23日の水曜日が天皇杯の準々決勝ですかね。10月ですけどね。あさってでしょ。今8月と。あ、俺今8月って言うんですね。あさっての10月の23日が。そうです。鹿島スタジアムで。天皇杯の準々決勝で、ホンダ FC は。本格的に鹿児島に出し。鹿島アントラーズと。はい、これに勝つと、まあ歴史が変わると。いうことですね、ホンダはベスト8までが過去最高だから、ベスト4は初なんですね、勝てば。はい、相手、鹿島ですから、はい、ね、もうふさわしいですね。はい、うん、まあ、もう井端監督はもう勝つつもりでいくっていうことでいらっしゃったんで、ね、はい、勝てると思いますから。勝てると思いますし、なんか噂によると、今週のホンダ、
あのメンバーを落としてリーグ戦やったらしいです。昨日一昨日確か引き分けか負けかなんですけど、すごい。いやもう明らかにターンオーバーですよね。ターンオーバーですね。もうあの水曜日の方が重要だっていうね。J リーグ勢と逆のターンオーバー。いいですね。いいですね。はい。いいですね。注目ですね。あさって。はい。ということで、以上じゃあ最初の特集終わり、 JFL 本田FC 対今治でした。次の特集いきます。全社本大会レポートということで、これもだから1週間前が14日の月曜日放送、生放送する予定ができず、はい、鹿児島の宿、私がいた宿、Wi-Fi が死んでましたみたいな感じで録画配信で、多分みんな見た時火曜日の朝見たと思うんですけど録画で、はい、それで特番もやったんですよ。特番2回戦と準々決勝の、特番をやったのも、もうね火曜日には収録終わってんですけど、もう Wi-Fi がもう死んでますみたいな感じなんで、MC もちょっと死んでましたけど、私もレロレヘロヘロなんですけども、とにかく Wi-Fi で苦労してアップロードが終わったのが確か水曜日水曜日決勝が終わった後みたいな、もうなんかね、ティアモが優勝した後にようやく特番が見れるみたいなね。いや、だから全社外国でやってるのかな。そう、僕らもだって決勝が終わって鹿児島空港移動して鹿児島空港のロビーで見ましたもん、配信をダイジェスト始まったなみたいな、まあ俺が喋ってるんですけどねみたいなね、まあっていうわけでね、頑張ったんです。何か言ってる、頑張ったんですよ。頑張ったろ、もうね夜通し明け方までもう奮闘してやって、それでもですね2回戦と準々決勝のダイジェストができなかった試合が2つあったんですよ。1つがアルティスタ浅間が2回戦で負けた試合、はい、そして次が FC カリアとティアモ平方のもうすげえ試合が、これはもうあの特番でも無理ってなったんで今日月曜日まで引っ張りました。積み残しです。で、以上ちょっと前振りが長くなりましたが、トーナメント表見ましょうか。ボン、これが 全チームのね、32チームのこういう山分けだったんですよっていうね、32チームが主に4ブロック、ベスト4になると、全社枠でチャンピオンズリーグに出場可能っていうのをね、よくこの週明けではずっと毎週放送してると思うんですけど、これのじゃあ個別ブロック見ましょう。アルティスタ浅間、はい、アルティスタ浅間この山でした。一番右に十勝スカイアースがいて、横浜武尊とやってね、これ結果も皆さんご存知だと思うんですけど、ダイジェスト番組特番でも出てますが、アルティスタ1回戦勝ちました。バンディオンセが1回戦勝ちました。SRC 広島1回戦勝ちました。横浜武尊が勝ちました。そして2回戦、横浜武尊が SRC に勝ちました。でバンディオンセとアルティスタがやりました。 0-0 で PK 戦になりました。 PK 戦でバンディオンセが勝ちました。ここまでがダイジェスト特番でやったところなんです、うん、でアルティスタ負けました。この時点で全社枠の出場が、地域チャンピオンズリーグ出場が終わりました、ね、つまりシーズンが終了しましたっていう日だったんですね、うん、2回戦。その試合後に監督と選手にインタビューを聞いているので、その動画だけを見てください。ダイジェストのレポートは特番で流してますので、うん、気になる方は 0-0 と PK 戦はじっくり見ていただいて、ここからは試合後からいきます。では動画見ましょう。どうぞ。もうね、もう 0-0 だったんです。 PK 戦に突入します。 PK 戦実は別カメラで私撮ってたので、これ特番の時とは違う映像ですけど、まず、木屋武選手、ね、もう3人目ぐらいです。もうね、1本止められてるんです、ここ側に。でね、もう後がない、アルティスターだと思ってください、ね、そして確かこれ4人目かな、岡田選手、背番号7番止められるんですよ。別カメラなんで、こっち側の岡田選手、流れる選手を映してます。そして5人目、あ、これで過去側が準備決勝進出。こういうのって過去側よりは気持ちがなくなったところなんですかね。ですかね、PK 戦だけはもう分かんないですね。でもあれですよね、加古川は勝ってる権利なしだったけどね、うん、ってうなだれる選手と、うん、もうこの22番の選手も最後まで泣きじゃくってね、もうね。でこれ試合後です、ちょっとミーティング、これが本当ね、試合終わったばかりの直後のミーティングでね、
でこれが背番号10番の木畑選手、はい、彼に来ました。背番号10番、木畑選手。そうですね、まあ、相手も力のあるチームでしたし、まあ、でも自分たちのサッカーができれば、まあ、勝つチャンスは全然あると思ってたんで、まあ、でも前後半通して、まあ、やりたいことチームとしてやりたいことは、まあ、いくつかできてたんですけど、やっぱ最後のフィニッシュだとか、うん、まあ、最後のところでやっぱこの力が必要になってくると思うんで、まあ、そういう部分でやっぱり、まあ、リーグ戦通してですけど、うん、まあ、足りない部分であったかなと思いますね、うん、そのあと一歩が実はすごく大きな、そうですね、相手との駆け引きなり、まあ、そういう小さいミスだったりそういうところがやっぱ勝負ごとっていうのは、まあ、決める部分だと思うんで、もう一回チームで突き詰めていかないといけないなと思います、うん、今年の場合は前者のベスト4以上になるという明確な目標が地域チャンピオンズリーグへ、その2日目の日曜日っていうのは当然前半から先に先制して相手を突き放そうっていう、そういう全国社会人が始まる前からもう本当に僕たちは勝つしかないっていうのを言い聞かせてきたんで、うん、まあ、その分、まあ、特に試合の中でプレッシャーとかはなかったと思うんですけど、じゃあプレー中の選手の表情もそんなに、はい、そうですね、焦りというか、はい、自分いつもらしくない感じになることはなかった、なかったです。なるほど。ご本人としてはこの先のことやこのチームに対してのことや何か思いもかなりあって今ずっと10番つけてると思うので、今週負けた後なんで長く難しいと思うんですけど、まあ、気持ちの整理がつかないんですけど、はい、まあ、やっぱりこのチームを上に上げたいという気持ちは本当にあるので、はい、まだまだ挑戦したいという気持ちはありますね。で、ただ一緒に戦った仲間たちとなるべく、そうですね、できたらまだ時間を多く過ごしたい感じですかね、はい。アルティスタ様の柿本監督です。お疲れ様でした。まあ、もう少し、まあ、普段やってるようなプレー、まあ、何かというとやっぱりボールをこう出したら受けるとか、うん、どういう人が入ってくるとか、しっかりと言いながら主導権を持った攻撃ができればよかったんですけど、うん、そこがいつもよりはできてないシーズンのリーグ戦のところを比較しても、そうですね、まあ、まあ、おそらくこの環境とかグラウンドの状態とかなかなかこう入り込む、昨日もここでやらせてもらったんですけど、はい、ちょっと時間がかかってしまったかなと、まあ、あとはやっぱり、気持ちの部分だと思いますけど、まず勝たなければいけないと思いますし、はい、それが一番良かったかもしれないですね。しても今日は少し昨日よりは少し上がってた、もしくはちょっとやっぱりまだこの連日の土日でなかなかっていう、どんな感じですかね、これ。そうですね、まあ、全員同じ気持ちで、同じ考えの中で、まあ、やろうとするサッカーを表現してくれていましたけど、まあ、少しお互いが両方昨日も今日も、まあ、やっぱりこう時間がかかってしまったので、うん、試合に入るので、うん、まあ、そこは少しね、得点に至らなかった要因ではないかなと。やはりこう自分たちらしさとか自分たちの時間帯で自分たちのペースでゲームをできているというもしも自信が積み重なっていれば、はい、この2試合目の頭からもしかしたら、はい、そうですね、もっと、まあ、いつも、ね、やり慣れている選手をペアで組ませてやったつもりではいたんですけど、まあ、ちょっとこうシステムを変えながらとか、まあ、普段こういつもならできるのが、ちょっとこういう場に大会になった、なってしまうと、まあ、あんま表現できなくなってしまう、まあ、っていうのがあるので、やっぱこうチームとしても選手としても、経験不足な部分もあるのかなと思いました。まあ、連戦を戦い抜くための選手を選んできましたし、いろんな組み合わせを考えながらやってきたのと、やっぱり5試合を戦い抜くために、ね、はい、毎試合同じメンバーでやってみて、まあ、うまく、まあ、一日一日、ポジション
とかね、うん、組み合わせを変えながらやらなきゃいけないなと思います。やはり同じ11人をずっと3日間連続っていうのはまず不可能であるっていうことを前提にどう組み合わせていけばっていうのは当然準備する。そして今年から赤間さんに代わって、はい、赤間さんにとってもこのそうですが地域リーグのリーグやこの特殊な大会に臨むことを指導者としてのいわゆるデビューだったと思うんですが、うん、どうでしょうかこの2019シーズンというか、うん、この振り返ってみて、まあ、やっぱり難しいですね、うん、地域リーグの難しさというのは選手としてもそうですしまた監督として入ったのを改めて痛感させられたなと思いますね。逆に選手でいた方が選手の時の方がまだもしかしたら、はい、気は楽に入っていけるかもしれないですけど本当に難しいというか、まあ、もっともっとうまく表現させてあげられることができたのかなってやっぱ反省はしてますね。なかなかこう、まあ、まずはリーグは福井との優勝争いがありこの全社枠で出場だという時が見えた時のこの、はいチーム全体のマネジメントをどう逆算して、うん、この時期にはどうしてっていうのをこう、はい、初めてですが、はい、やっぱりそういうことを含めて難しさはやっぱりあるっていうところですかね、そうですね。リーグ戦もそうですし、まあ、このトーナメントもそうですし、まあ、やっぱJFL に流れてそんな簡単ではないですし自分、はい、僕も選手として経験してますけどおそらく日本で一番難しいカテゴリー昇格の部分ですよ、はい、そうですよね。本当ここが一番本当にいろんなカテゴリー経験しましたけど一番大変だと C から JFL というのは多分一番異常なぐらい厳しい、はい、そうですね、まあ、公式戦はもうないですけど、はいチームはこれからも進めていきますので、影山さんの新しいチャレンジがずっと続いていくと思うので、そうですね、はい、期待しています。ということで、木屋武選手にね、もう PK で負けて、ま、負けた試合の直後どころじゃないんですよ。そのチャンピオンズリーグ出場が終わったっていう直後にね、聞くというタイミングなんでね、柿本監督もそうなんですけど、これは前者もそうですし、以前から週明けイレブン去年も前者やって地決やったりチャンピオンズリーグも取材したり普段の地域リーグ取材してますが特に前者はこの日負けると翌日から、もう試合がないチームがどんどん出ちゃうから、番組の方針として敗れた側の人はその日のうちになるべく聞こうっていうのが去年からやってることでね、聞く方もそうです答える方もそうですしそれはですね一人にしてくれってなりますよ。でもやっぱり何かを残さなきゃいけないという僕なりには常に思うのでそれは今から取材コメント聞かせてくださいねと私は直接言いますからカメラを回す前にね。で皆さん納得した上でね少し試合終わってから30分ぐらい経ってるから少し頭の整理もついて喋ってもらってるんでね、皆さん心よく出ていただいておりますので、決して私が S 気質なわけではなくてですね破れ去った者たちの言葉こそ聞く価値があると私は思ってこういう特集をやっております。以上補足終わり、この画像は、結果ですねバンディ音声と、横浜たけるが準々決勝やってですねもうこれもう結果皆さんご存知横浜たけるが勝利してベスト4進出というねバンディ音声は、3回戦で姿を消しましたというのがここです。さあ次の特集のカードは画像出ますか。こちら積み残しがですね、準々決勝3日目月曜日大一番でした、刈谷対、ティアム平方、画面の真ん中ですね黄色い枠でなってる、関西リーグ一部に、まあ、皆さん結果ご存知ティアム平方はこの前者を5日目優勝してますから、優勝チームですけどいわゆる前者枠でチャンピオンズリーグ出場はこの刈谷とのこの3試合目がものすごい重要だったんですけど、後で動画レポート見ますがもう絶対絶命の試合でした。この試合土壇場まで諦めずにやってひっくり返して後に5日目まで優勝したというね
そういうカードで、これは特番では尺がとっても長くなったので無理だってことで今日に回してます。約20分のレポートです。さあ見ましょう。運命の3回戦どうぞ。動画スタート。国部です。3日目から国部に移ってます。皆さん、刈谷と枚方両チームの応援団の皆さんバックスタンドで陣取って、もう緊張感あふれる試合前でした。一番ヒリヒリするカードでしたね。結局3日間で2回戦で敗れ去ったね、チャンピオンズリーグ出場を願ったチームが1回戦2回戦でどんどん敗退するんですが、この3日目のこの刈谷がこのチームの壁になるのかと、さあ前でおなじみ集合写真撮る中で、もうね、このベンチの大笑いなんですね。さあゲーム見ましょう。前半キックオフ。試合序盤は実は刈谷がやや前に前にと攻撃、する時間が多くですね。今日もやや、まあ、受けて立つというかね、自分たちのペースがつかめるまでだと、まあ、まだ立ち上がりですから、これが中盤から今左のサイド、これ野沢選手です。立てパス、常にあの位置からですね、フォワードにダイアゴナルに抜け出そうとするフォワードにね、もうよく見えてますから、いいパスバンバン出してました。さあコーナー、カウンターです。これ野沢選手、ルックアップしながら右左よく見て首振って、さあ逆さえ振ってこれシュートもできます。ドン、枠外、はい、さあ、また刈谷のコーナー、キーパーパンチング打つ、これは枠外。この後刈谷の得点シーン続きます。ゴールキーパーがイージーミス、サイドの選手にスローイング、それをかっさらった中野裕太選手からパスを受けてゴール、ゴール決めたら富田選手先制、刈谷です。前半27分、もったいないミスでした。さあ 0-1 となった枚方、ちょっとバタつくかなと思ったら意外とあのへっちゃらみたいな顔してました選手たち全く動揺せず、はい、そしてですね2点目も、刈谷が取るんですけど、まあ、まだこれ前半はずっと 0-1 で続いて、まあ、やや前半は45分間は刈谷の方がゲームを握ってたかなと。これおしゃれなヒールパスからのショート、これも枠外、まあ、両チーム決定機、あったんですけど、ちょっと枠外でチャンスは作り出せてるって感じですね。これまだ前半ですね、コーナーキック、これが多分前半のもう終わりですね。うい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 、体張る、もう体張る、刈谷体張ってます。さあここで最後ファール、すごかったですね、万能はすごかったですね。これで前半終了です。前半終わって1対で刈谷リード、再三言いますが、手山枚方はこの試合に負けると11月のチャンピオンズする出場は終わってしまうというね、そういうシチュエーションだと思ってみていただいて、さあ 0-1 で終わった刈谷どうするかな後半と思ったんですけど、後半の立ち上がりからですね、また刈谷がいい感じで攻撃していくというですね、確か後半もこれ5分ぐらいですね。いきますよ、左ペナ突破、1回クリアをまたここ前からプレッシング取る、これでゴールシーンです。この中村選手の縦パスおしゃれ、
再び富田選手、試合2ゴール目、背番号27番富田選手のゴールで、もう刈谷のベンチ全員出てきて、ウォーグ2-0、ベーゴ監督見えますかね、皆さん、やったぞと、2-0と。ややここからですね、刈谷やはりベンチが慌ただしくなって、さすがに 2-0 はちょっとまずいぞ、後半だぞと。特に前後半40分のゲームなんで、あと30分しかねえってなってくるんで、ここからガツガツガチガチ、前がかりに、だからこれ7番田中、あ、右サイドバックにまだ上がってるような田中秀選手、おしゃれなね、パスから。やはり野沢選手もそうですけどね、田中選手も本当経験十分なんでね、このゲーム、光ってましたね。さあ3人替えなんです。ここでヘッドラインニュースで出ました、平方、この試合の流れを決める3人交代、この時間で入れて、このセットプレーは野沢選手フリーキックは枠外ですが、このコーナーから1点返します。キッカーは野沢選手、大外見てください、大外ダーン、田中選手、1点目、64分、背番号6番田中秀選手、やっぱ J リーグを経験して2人がまずは決めて、そしてここで刈谷はですね、やや足が止まってきた刈谷の前線、11番、ブラジル人ルアン・クリスチャンを投入します。さあところがですね、もうねゲームの流れはですね、刈谷がひたすら、ポゼッション率も多分もう 80% ぐらいかみたいな感じで、いい胸トラから、先ほどのゴールから3分後、はい、追いつきました。野原選手、同点ゴール。さっきの3枚替えをしたうちの1人でございます。選手を投入して、すぐの、ね、同点ゴールとなりました。これで 2-2、もうこうなってくると分かんないですよね。2-2で残り15分間ぐらいです。ただ勢いというか、そうです、もうね、クリアの方はちょっと守備はできても攻撃までの圧がないというか、これもちょっと一連の流れ、これカウンターじゃないですか、本来だったら左サイドからグーッと上がるんですけど、誰も上がれないんで、逆サイド振るんですけど、ミスパス、このままゲーム、このまた続くんですよ、このゴールキックから、また裏に。ラインを下げさせてスペースできたところにシュートと、まあ、これもすげえ惜しかったんで、平方徹底してました、このやり方、サイドのスペースに、ね、走る、刈谷のライン下がる、守備を送れる、これもね、キーパーが、これはナイスキーパー、もうこれずっと続いてます、最後のもう80分ぐらいですから、アディショナルどんどん近づいてます、2-2。とにかく、まあ、刈谷がすればこれで、まあ、PK でもいいっていうぐらいでね、まあ、とにかく守りしのぎ切ろうと思ってね、でやっとクリア、そしてこれがアディショナル4分経過、あと10秒で試合が、ね、延長になりますと、ラストプレーです、キッカー野沢選手、よく見てください、ニアサイド、黄緑色のシューズ見ててください、大外からニアにドン、3点目、大逆転、そして今試合終了のホイッスル、このプレーでゴール決めたのが樋口選手、センターバック背番号4、このような劇的な流れ、ティアム平方が 0-2 から後半で3点ぶち込んで、11月のチャンピオンズリーグ出場、これで決めたんです。まあ刈谷は権利持ちとはいえね、別に必死になってあってね、頑張ったなって言ってますけど、これが試合で野田選手がね、Thank you.
最終節から本当に最後の最後に繰り返すのが最終節だね。これで、まあ、火曜日準決勝進出したのが枚方、3日間、まあ、刈谷としても、まあ、3日連続で試合したという意味では、うん、権利持ちの刈谷としては全然悪くはないんですけど、じゃ試合後両チームの選手監督に聞いておりますので、米賀監督と辻本監督と野澤拓也選手に聞いておりますので、3人のインタビュー続けて聞いてください。お疲れ様でした。何問ぐらいですか。またこのゲーム、監督はどこが勝敗の分かれ目だと思ったんですか。Foi um jogo 2-0, jogo praticamente nas nossas mãos, né? Aí faltou um pouquinho mais de posse de bola, né? Desgastar mais o time adversário e ter mais2-0 でね、まあ、始まって、まあ、そこで本来であれば本当はボールを回して、ね、もっと動かしてやればよかったところを、まあね、そこは動かさずには持っていっちゃったけれども、まあ、最後に結局2点取られても、まあ、最後に、まあ、運がね良かったというかね、うん、まあ、そのそうですね、そのクロスからっていう形になってしまいましたけれども、あの1点差になって追いつかれるというあの時間帯に選手交代のことで、もしくは戦術のことで一番考えてたことは、nós já fez a substituição uma antes já, né? Duas antes, e depois ele pensou acertar mais o time, o jogador estava desgastado, mas para a parte de cansaço que parte técnica. まあ先日、まあ2対1になる前にね、もう2名変えてて、で、まあ、どっちかというとやっぱりその戦術というよりもまあ体力のことを考えて、まあ、変えたんだけれども、3点目が取れなかった。残念ながらね。残念ながらね。Infelizmente é futebol, né? Ontem eles tomaram gol no final também, o time deles. まあ、やっぱりサッカーっていうのは、まあ、そういうもので、まあ、例えば昨日、ね、ティアモと、石島戦でも、まあ、やっぱり最後の最後になって1点決めたっていうのもありますし、やっぱりサッカーっていうのはまあそういうものですよね。futebol、acontece quem está aí dentro。サッカーですね。最後の質問、11月に向けて今監督が思うこと、10月の大会に向けて監督が思うこと。Agora já acabou esse, né? Já está o próximo em novembro, sim, né? Qual que é a sua mentalidade para novembro? Trabalhar em cima dos erros e cada vez trabalhar mais, né? Jogadores, né? E ter mais 3 jogos e poderia dar um desgaste maior, né? Alguma lesão em algum jogador. Eu vejo por esse lado aí também.まずは修正すべきところを修正する、まあ、この今大会で、ね、まあ、ここで終わったこと、まあ、もしかしたら悪いことじゃないかもしれません、まあ、なぜかというとやっぱりその選手のことも考えて、まあ、仮にここでじゃ怪我をしましたと、やっぱりその回復に時間かかりましたと、そうするとやっぱ次の大会で出れないってなると、やっぱりそれはそれでやっぱり悪い展開にはやっぱりつながる形にはなりますので、まあ、ここで負けたことは何かが運命というかね、まあ、裏が、はい、あるかもしれないですね。運命の月曜日の試合が終わりまして、逆転勝ち3対2ということで、はい、辻本監督です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。非常にプレッシャー、重圧がかかる今日の試合だったと思う。リードされるという、はい、ゲームの入り自体は、はい、ボールをうまく動かしながら入れたなというふうには思っていたんですが、まあ、イージーミスで、ね、失点したところからちょっと流れがやっぱり悪くなったというところ、うん、まあ、とはいえこのチームの攻撃陣が点を取れる力があると思ってたので、ある意味ちょっと問題ないなというところと、ご来場くださいまして時間もあるよというところ、ありがとうございます。まあ、2点目取られるし、実際後半開始から追加点が取られるんですね。はい、まあ、そうなるとちょっと流れ、こっち側も流れを変えなきゃいけないということで、選手交代で全国サッカー連盟加盟登録を変えたかったというところですね。はい、まあ、中でやってる選手たちの声も聞きながら、選手たちがうまくアジャストしてくれたと、選手交代の、まあ、ポジショニングも含めて、まあ、うまくコミュニケーションも取れてよかったなと思って、もうあとは PK 戦に突入するかどうかということも、もちろん頭をよぎっていたかと思いますが、見事に、ラストプレーで、すごいですね。リーグ戦でも逆転勝ちをするというリーグ戦も多々あったので、はい、この今シーズンのティアもそういう奇跡を起こせるという下馬評があったので。
まあ、あの点を取れるというのはもちろん信頼してたし、ね、はい、まあ、最後まで諦めなかった選手たちが、もうそこは全部力が集まったと思うんですよね。そうですが、はい、ここが一番勝敗の分かれ目だったんじゃないかという、何か感じることはありますか。やっぱ上に行きたい思いじゃないですかね。まあ、刈谷さんは権利持ちですから、権利があったっていうところと、まあ、僕たちはもう勝ちにも飢えてるし、上に上がりたいっていうところの気持ちが強いので、やっぱりそういう差は、メンタリティの差は最後やっぱりサッカーには出るスポーツと思いますね。はい、まあ、信じる力じゃないですけど、ベンチにいるメンバーも、コーチングスタッフも、スタンドのお客さんと、スタッフの皆さんも、みんなが信じたら、やっぱり何かが届くというのがあるんだなと、そういうのは思います。決勝の日まで残して、ちょっと気が早いですが、ベテラン選手に関してはね、地域チャンピオンシップに向けて、先に向けて、はい、そこも見据えながらやっていこうと思いますし、今チャンスがなかった選手ももちろん勝利に飢えているので、はい、そういう選手たちがまたピッチで躍動してくれることを私はちょっと期待してます、ね、この11月に迎える6試合のことを考えると、やっぱりベンチメンバーもしくは控え選手の底上げ経験、真剣勝負の場が全国の強いチームとやって、要は11月に必ず対戦するチームがあるので、そういう経験を積ませるというのがこの火水のテーマになるとは思います、ね、はい、それはもう間違いないと思います。怪我が少なくなるように、はい、もちろん勝利を目指してやります。ぜひ11月にもこのティアモ旋風というか、このというか、実はまあリードして完勝のゲームがもちろん一番安心なんですが、はい、ぜひ最後まで諦めない姿勢というチームをまた11月も見せてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。野澤選手です。まずは逆転勝ちおめでとうございます。ゼロになるという、ゼロになるという、これをピッチの中ではやっぱりどう感じてましたでしょう。うちにはやっぱり J の経験者がたくさんいるんで、やっぱりそういった面々がね、こう試合の中でコミュニケーションを取るようにして、まあ、慌てない、まあ、本当にそれがなんだろう、 J の経験が生きたかなと、したたかにぶれずにやってきたのが、やっぱりこうして逆転につながったのかなと思います。諦めないっていうのを本当に見てて感じました。ね、同じことをどんどん繰り返してやろうって、ぶれないで、はい、しつこくも同じことをやったんで、それが本当に結果につながったんだと。野澤選手にとってこの前者という大会は人生で初めて、ティアムの場合は特殊な事情で今日勝たないと本当に11月がないという、そうですね、そういうプレッシャーを、おそらく長いサッカー人生の中でこんなシチュエーションは初めてだと思うんですが、いかがでしょうか。その野澤選手個人がこの3日間を戦いながら感じる、こう気づいたこと、何ですか。経験とかでも何でもないと思いますし、本当に天国と地獄って本当に何だろう、それぐらいかかった大会でしたね、それだけでプレミアムがあるっていうのもあり、まあ、まだ終わったわけではないですけど、はい、こういう経験は本当にもうこの先あまりない、ね、まあしたくないという意味と、はい、いい経験です。一番大変だったと、もう二度とやりたくないって皆さんおっしゃるので、やはりルール変えた方がいいぐらいです、ね、ですよね、皆さんそうおっしゃるので、関西リーグ自体でプレーすることも当然新しい、まあ、チャレンジというか別のキャリアという感じですが、こう関西リーグとやはりこう全国の今日のようなカリアのチーム、何かリーグのレベルや選手の質という意味では何かっていう、なんだろう、どこも一緒かなっていう感じです。こうしてこう全国に大会来て参加しても、やっぱり関西リーグにしてもいろんな、ね、地方にしてもやっぱり、うん、似たようなサッカーですね、それを一番感じました。その似たようなサッカーというのは、よく言えばいろいろ哲学と特徴がもっと分かれていいんじゃないかと、ね、そういう根拠がないサッカーばかりなのかなというのもありますし、まあ、勝つためのだけのみたいな、そうですね、よりはもうちょっといろいろですよね、あると思います。そうですよね、やっぱりちゃんと5年後10年後につながる、そのサッカーやクラブがつながる何か、ただ勝って昇格すればいいっていうのではちょっと、ね、っていう意味ですよね。それだけですね。
そういうことを感じたんですね、今シーズンで。なるほど。ということで、明日明後日はまた違うテーマ そのじゃあ東選手がちゃんとまた11月まで積み上がるか、いろいろテーマ変わると思うんですが、総力戦ですから、ね、やっぱり外上げもしなきゃいけないし、またこう帰ってから競争しなきゃいけないので、やっぱ非常に大事な明日明後日はですね、はい、また11月の大会で、はい、ドラマチックな結末を安心して見てられるような実は、はい、前半でリードして余裕で押し切るっていうゲームが見たいですが、まあ、どこも本当に必死で来るので一瞬の隙で本当に多分でもそこだと思います。2点がやっぱり、ね、2-0 からは一番危ないと思いますし、はい、それがやっぱりこの、ね、今日までそれ強く感じました。もう 2-0 で安心しているチーム多々ありました。プレーしてて感じるんですね、やっぱりピッチで。あ、こちらもあれだなって、まだまだかなそういうとこですね。本当に王者勝者のメンタリティっていうところを分かるタイプ選手と、そういうことがまだ分かんない選手はたくさんこのカテゴリーにいるっていう、野澤選手のそういう経験や言葉やプレーで示せる人がどんどん今沖縄にもいろんなところにも増えて、多分緩やかですが多分変わっていくと思うんです。ね、こうして僕とかこう J リーグの選手は、ね、このティアムも多いですけど、まあ、栃木シティにもいっぱいいますから。そうですね、多くなってるのかなって感じます、はい、この3年で急激に増えてますから、ね、少しずつ野田さんのおっしゃるようなそれが刺激になったらいいですね。多分伝わってくると思います。また、ね、苦しいリーグですけど活性化でできればもう来年関西リーグはやりたくないなと思ってますよね。ということで、最後は野澤選手のインタビューでした。貴重なインタビューだったと思います。きっとね、この地域リーグでプレーする元日本代表が、ね、元鹿島アントラーズや、ね、もう J1 の、選手としてはね、このカテゴリーというのは無双状態なのはね、あれ、うん、でもその野澤選手が厳しいよって素直に言うんですから、いかに前者が過酷かは伝わったかなと思いますが、まあこの準決決勝は来週やります。本日の前者レポートはここまで、はい、じゃあちょここでマナちゃんを呼んでみたいと思います。マナちゃんここまで鹿児島も行ってないですし、週明けの放送だけは見ててくれたと思うんで、どうですかこの前者ここまで、ベスト4までのトーナメントなんですから、どうぞ。インタビューに答えている選手の皆様方がなんか心なしか皆さん顔がお疲れなのは気のせいなんですかね。なんか毎日試合やってるんですよね。80分やってるんですよね。過酷な大会だなっていうのは非常に伝わりました。あとスタッフの皆さんも2時間とかしか寝てないっていうのも聞いていたので、非常に過酷、そういういろいろ過酷な大会なんだなって私は今思っています。まあ、まだ積み残しがありますけど、皆さんお疲れ様でしたね、参謀長。ありがとうございました。過酷ですよ取材する方も含めて、ピッチに出てる選手以外にもたくさんの関係者がこれは大会をね支えたり、スタッフもね次の宿への移動とかね、もう皆さん5日目になるとヘロヘロですよ、顔がみんなみたいなね、はい、まあ来週また続きあります。あとこの前者のこぼれ話は週明けプラス第11回で話します。以上、ここまで前者終わり。さあ特集的な際、あ、一応ちらっと見せて、はい、ベスト4こうなってます、そして三決決勝がこうなりましたっていう画像だけ、はい、ティアモがおこしやすの決勝で決勝に進んで勝ちましたというね、これ来週やりましょう。三決は、タケル対岩木 FC でしたと、はい、さあ以上終わり。さあ特集3番目、おととい土曜日発表になりました、画像を変えてください、あ、中国リーグですね、はい、チャンピオンズリーグの1次ラウンド3つの会場への組み合わせが決まったんですがという速報的な話ですけど、実はまだ
中国リーグのチャンピオンが実は土曜日の時点では決まってなかったんじゃないですか。で、日曜日ですか、昨日の試合ですか、先生。SRC は昨日ですね。そう、土曜日抽選会が終わり、日曜日、昨日、SRC 広島が試合やりました。あと三菱自動車も未消化だった1試合をこの2チームがやった結果、両チームとも勝ったんですが、SRC 広島が大量得点ですよね、確かね。そして得失点差で見てください、プラス2、これが最終順位でございます、中国リーグの、結果 SRC 広島がリーグ優勝とチケット出場を決めました。そして組み合わせこうなりました、ドン。2019地域チャンピオンズリーグ1次ラウンド、石川会場が A グループ、秋田会場 B グループ、高知会場が C グループと、ちなみに SRC 広島は高知会場ですよっていうね、相手が起こしやす京都、高知ユナイテッド、ブランデュー弘前と、ね、東北、四国、関西、中国と。秋田見ましょうか、 B グループ、ボンズ市原、ティアム平方、いわき FC、北海道十勝スカージャースと、ね、関東リーグ、関西リーグ、東北リーグ、北海道リーグと。そして最後、石川 A グループは刈谷、福井ユナイテッド、 FC 徳島、沖縄エスパー、九州リーグと四国リーグと北信越と東海。もう刈谷と福井ユナイテッドとしたらもうね、常連ですよねみたいな地域リーグの常連の黄金カードが A グループ、初日の第一試合なんですよね、1回戦目ですか、はい、だからもうなんかよーって感じですね、もう占領役者登場みたいなね、何度目の通算、何度目の対戦ですか、刈谷と福井みたいなね、入りましたね。徳島が、輪番枠での出場ですね、確かね。そしてティアモが全社枠で出場ですね。そしてブランデューが輪番枠ですね、まさにね。全社も出ず、東北リーグ2位として出ます。まあ、来週、再来週にここの地域リーグ直前特集はやるので、本日はこの画像のみで、深掘りもそんなにせず、一つ私から、あ、元の参謀長から一つ皆さんに、見ている方に、連絡、伝言はですね、私以前から多分チケツは高知に行くだろうと私ずっと言ってましたと思います、どっかで、あの言ってますね、週明けプラスとかね、まあほぼ高知 99% 行くだろうって言って、土曜日の抽選カードが決まった結果ですね、諸々の諸事情、関係各社との調整の結果ですね、私秋田に行くことになりまして、 B グループ私行きますんで、初めて調べました、イカホじゃなくてニカホ、俺ずっと言ってたじゃないですか、初めてちゃんと調べました。 TDK の街ですよ、ニカホかっつってね、もう宿も足も全て抑えました、秋田、はい、ニカホに泊まれそうなんですか、ニカホには泊まれなかったんで隣の駅で見つけました、うん、はい、大丈夫です、万全ですっていうね、何カホで、まあボンズとあのティアもね、前者優勝したティアムとね、いわき FC と十勝の試合を私は行きます。で、他の、メンバー、週明けメンバーで A グループ、もしくは C グループも行ければ、ね、3グループ行ければ最高ですけど、少なくとも、我々もギリギリのマンパワーで回しますから、2会場は最低行けるかなとは思っておりますということで、はい。ということで、以上終わり。さあ、エンディングです。お便りコーナー、ここからはマナちゃんに登場してもらいます。まず私が呼びますね。疑問、質問、ネタ、イベント告知、何でも歓迎ですと、番組では皆様からお便り待ってますので、こちらまで、週明けイレブンアット gmail.com まで、動画でも OK、写真メールのみ、メール文のみでも OK ですよということで、放送日の前日9時半までお送りください。それでは、これ、いよいよエンディングなんでね、マナちゃんに今日はお便り2通紹介してもらいましょう。じゃあ、よろしくお願いします。5つ目は青ターブさんからです。参謀長スタッフの皆様こんばんは、こんばんは、今週は道の駅奈良派隣にあります豚丼屋さん、豚市さんです。画像出てますか、美味しそうですね。今週は道の、こちらの豚丼屋さん、震災前に、隣町でうなぎ屋さんを営んでましたが、震災でお店が全壊、休業後に、豚丼屋さんとして再オープンしました。
ということで、豚丼のタレは、うなぎのかば焼きのタレを使用。復興作業員の方々のためにボリュームがある豚丼になってます。テイクアウトもできると思いますので、ぜひ。ちなみに私が食べに行った日は完売してました。食べれなかったんですね。こんな日もありますのでご注意を。ではまた次回ということです。お便りありがとうございました。続いて2通目です。参謀長スタッフの皆様お疲れ様です。ありがとうございます。浦安サポの山です。10月11日から、10月13日の3日間鹿児島遠征に行っておりました。残念ながら試合の方は、初戦でいわき FC に負けてしまいましたが、振る舞いの豚丼はとても美味しかったです。あ、こちらも豚丼ですね。最終日は鹿児島観光に繰り出し、城山公園に登り、大泉さんが駆け込んだ無邪気で白熊を食べて、最後は決戦の地西郷公園に行きました。大泉さんというのは大泉洋さんですか。はい、有名な番組ですね。はい、自身初の鹿児島九州でしたが、食べ物も焼酎も美味しく、機会があればまた鹿児島に行きたいです。来年の三重全社も浦安が出るかは分かりませんが、ぜひ参戦したいと考えていますということです。参謀長はい、ありがとうございました。さあ、今週も特集たっぷりやってまいりました。第78回、終わりでございます。来週の予告、来週は28日月曜日夜7時45分スタート予定、特集は先ほども言いました前者の準決2試合、三決決勝合計4試合まとめてドバドバドバッと、これで前者のレポートが最後になります。来週はマナちゃんはお休みですが、チャンピオンズリーグが始まる11月にはマナちゃんもまた番組ややレギュラーになるので、チャンピオンズリーグとかね、サッカーのことをより詳しくなってください。11月12月かけてよろしくお願いします。ということで、今週の放送終わり、皆さん遅くまでご視聴いただきありがとうございました。またこの後週明けプラスはすぐやると思います。おやすみなさい。また来週。